久保さんリアルビジネスってマジで大変ですよね。もう僕はね、固定費にやられましたからね。固定費にやられて、借金2000万。<laughs> まネットビジネスなのかっていうね、ネットビジネスだったんですけどね、従業員雇ってどうのこうのってやるのはね、まあ,あ、家賃150万とか絶対もう、まあ人生でね、いい原型だったと思いますけども、やんないですね。<laughs> まあ,あ、ネットビジネスでも固定費は上げられますよ。 あの東京のいいとこでね、なんかーフロア、ビルの2フロア借りたりとかすれば、あの固定費あ,あ,あげられます。<laughs> いくらでも、ペラリカうとかね、<laughs> 固定費はいくらでも上げられます。お金なく、ジャブジャブなくなります、使えば。<laughs> だからネットビジネスのいいところってあの、見たくれ気にしないんだったら、見たくれ気にしないんだったら、まあ、あの3畳1間とかね、もう3畳1間で1億稼げます。マジで。 もう三もう畳一まで十分です。三畳一まで <laughs>。ねえ、久保さん、どう思います三畳一まで一応稼げるでしょもう稼げる自信ありますね。パソコンを、スマホとかパソコンを置ければ、もうそれでいけるんで。やばないですか場所関係ないです。まあ、公園でもいいですよ。もはや。公園でもいい。まあ、あと、なんか、今ね、ネット回線なんか、どこでもなんか、喫茶店行ったらネットがあるんで、なんとかなるでしょ。<laughs> ね、漫画喫茶もいっぱいあるし。だからね、まあ、ほんとね、 あのネットビジネスの最大の利点って何かっていうと、あの固定費を最小の最小まで抑えることができるってことですね。最小の。だから僕は借金返せました。だからまあ昔の経験を生かしてまあ固定費を落としていくっていうね。ああのもう固定費絶対上げないと。だから利益が上がったっていう話ですね。だからもし僕が東京でまあ家賃100万とか200万とか住んでたら、まあ今ないでしょうね。<laughs> 住むだけで2000万とかですかね。あの、なんだ、あの、赤坂ヒルズ。なんでしたっけ虎ノ門まあいいや。なんかありますよね。いろいろとね。いっぱい。まあそういうところに住んでたら今ないですけどね。うん。だから田舎を住んで、田舎住んで家賃少ないところで、もう鬼のようにあったら、あの、利益しか出ないですから。めちゃくちゃいいですよ。だから最近僕ね、また新しいもの買おうと思うんですけど、 あのか今買おうとしてるのがプロジェクターでしょプロジェクターあとあのまたスピーカーあの買おうかなと思ってるんですよでそれで何やるかっていうとあのプロジェクターの設置プロジェクター自宅、まあ、まだコロナってね収束、まあ、緊急事態宣言解除されましたけど、まあ、そうやってもそう言ってもおうち時間が増えてるわけですよ、ね、多分おうち時間ね あとは、そうあの東京オリンピックですね。東京オリンピックもやるんだったら、お家で絶対見るじゃないですか。まあ絶対ではないですけど、多分、お家で見る確率の方が非常に高いですよね。応援に行くっていうことが非常に難しかったりするので。じゃあ、おうち時間が増えると。じゃあ、お家で迫力で見る。じゃあ、どんなプロジェクターがいいのか。これね、検索ボリューム絶対上がると思うんで。 あの特に東京オリンピック、どうまあ、東京オリンピックに,に近づけばもうあの家電量販店もね薄型テレビ感が売っていくと思いますし、CM 館が流れると思いますけど、<laughs> だそれにかけて、プロジェクター買って、その動画いっぱい撮ったりとかして、あとはそれで Amazon プライムビデオで見て、映画の感想を言いまくるとかね、いろいろできるので <laughs> そうそうおうち、おうちシアターみたいなね、おうちで映画館を作る方法とかね。 そう簡単に映画館を作る方法とか、まあ、ちょっとそれを見越してプロジェクターを買ってねあの映画館を作ろうかなとプチ簡単なだそれも買えるのも結局固定費がねまあそれ10万ぐらい全部でいろいろと今あ予算見積もってだいた10万ちょいかなっていうところなんですけど うん、でもね、これね、20万、10万、万とか30万の家賃のところで住んでたら買えないですよね。僕今4万2000円なんで。<laughs> 浮いた分それに、それを買ってまた金稼げるっていう。アクセス稼げるっていうね。何なんですかね、久保さん。これね。<laughs> 浮いた分の金を使ってまた金稼ぐ、集客するっていうね。この裏技ですね。<laughs> ありがたいですね、情報ビジネスは。本当ありがたい。まあ、何やってもいける。 いってらっしゃい。